ガラス。よし、踊るぞ。目指せ、ディスコクイーン。あ、違った。まあ、当たって砕けろって感じかな。音楽好きだし、ダンスの PV とかも見るよ。あとは、チア？ああいうかっこいいの、ちょっと憧れてた。私のダンス、結構様になってきたと思うんだけど、どう？てか私、そんなに変わったかな？あんまりジロジロ見るのとか禁止で！うん、すごいよね。ゆかりちゃん、どんどん上手くなっちゃうから。褒めすぎだって。ま、期待してくれてる証拠？とか言って。僭越ながらお邪魔しよう。さあ、開演だ。社交ダンスならまだしも、こういった世俗的なものには縁がなくてな。それでさえただ形式をなぞっただけ。人前で披露するギリギリのものだ。皆の前で踊ることは構わない。人前に出るのはある程度慣れているからな。ただどうにも落ち着かないのが服だ。ステージ衣装は普段の服装とかけ離れているものも多く、あまりに大胆というか。お、なかなか似合ってるじゃないか。まさかお前と踊るとはな。いざ出撃。いえ、レッツダンスでした。アイギス、行きます。私は対シャドウ兵器、戦うためだけに生まれました。そんな自分がダンスという平和的な行為に挑戦できるのはとても嬉しいことです。何分初めての経験です。今回のための装備が必要と考えます。名付けるなら対シャドウ特別制圧兵装7式武闘用武装が、世界初戦って踊れる最終兵器を目指すであります。驚くのも失礼だが、君は本当に人間そのものだな。私は皆さんと一緒に楽しく踊りたいと思っただけです。スター伊織純平、彗星のようにデビュー。俺っちがモテるのは言わずもがなだろ。それこそ街中でステップなんか踏んだ日にゃ、女子たちの熱い視線を浴びまくりよ。誰かに楽しんでもらうには、まずは自分が楽しくなくっちゃな。てれってって、純平の人気がさらに上がった。たーや、俺のスターっぷりはだいぶ突き抜けてきたろ。まだ満足してもらっちゃ困るぜ。こっからさらに本領発揮を。純平のダンスか楽しそうだね。ほう、遊ぼうよ。せっかくなんだし、ノリよく行こうぜ。ペルソナ3ダンシングムーンナイト、2018年5月24日発売です。予約受け、予約受付中でございます。なんと今なら、ペルソナ3ダンシングムーンナイト、ペルソナ5ダンシングスターナイトセットを予約購入していただくと、そんなまさか、プレイステーション4でプレイできるペルソナ4ダンシングオールナイトがついてきてしまうなんて。なんてことなの、こんなこんな出血大サービス。ところで姉上、一生懸命こちらをご案内してまいりましたが、我々の出番はあるのでしょうか。知りません。ええ、